だから結婚した当時、まあ、母親に聞くと通帳の預金残高は10円だったって言うんですよ。そのぐらいビールで、もうコーラの缶入りコーラが出始めた時だった。みんな飲んでるんですよ。僕ら飲んだことないんですよ、貧乏で飲めなくて。それで僕がその前のジュースっていうのはその粉末ジュースで下に転ぶんですよ。振らなきゃいけないと思って、その炭酸が入っているっていうのは分からない、炭酸のものは飲んだことで振っちゃったんですよ。だったけどビヨーって出ちゃってさ、彼がものすごく怒ったんですよ。何ヶ月も食べて、それ半分以下になっちゃった、出ちゃった、全部出ちゃったんですよね。それで俺はもう未だに申し訳ないと思ってる。まあ彼はそんな覚えてない、覚えてても覚えてないよっていうふうに言うんだけれども、僕はその時のことを未だに覚えてて申し訳ないことでした。